スピードスケートの全日本選抜競技会第1戦が13日、北海道帯広市の明治北海道十勝オーバル帯広で開幕し、女子500メートルで、大和里沙32イコール伊予哲区イコールが38秒28で優勝した。同走した2位で、ピョンチャン後、我が根メダルの小平奈緒34イコール愛沢病院イコール20秒02差で競り勝った。今季初戦で10月下旬の全日本距離別選手権、長野市 M ウェーブでは37秒76で2位だった。リンクの違いはあるものの、記録には、スタートから自分なりに体も動いてる感じがあったけど、あまり良くないタイムだったと、悔しさも残ったという。それでも、国内大会で2015年12月の全日本スプリント選手権を最後に無敗だった逸話女王を上回り、今までスケートをしてきて、初めて同走で、なおさんに勝って優勝することができた。それは、すごく嬉しいなと思いますと笑顔も浮かんだ。女子500メートルで8位入賞した18年ピョンチャン五輪後に引退したが、子供たちへの指導などを通じて、競技への思いが再燃。ピョンチャンよりさらに上の自分を目指してやっていきたいと、誓い、昨季から現役に復帰した。長年、背中を追いかけてきた翔平との距離感については、少しずつ縮まってきてるかなというのはあると実感しつつ、相手もカーブでバランスを崩した上での僅差。22年北京五輪に向け、それ以上に自分なりに一つ一つのレースで納得いくタイムだったり、内容をもっと突き詰めていきたい気持ちがあると足元を見据えた